リンとの小話。リンリンハローパラレール、リンリンパラレールのリンとです。イエイ。はい、ということで今日はリンとの小話ということでね、ツイッターでもねちょろっと書いたことではあったんですけれども、買い出しの時の葛藤のお話をちょっとさせていただこうかなと思います。皆さん、お家のね、ものとか買い出しに行くときって、どういう形を見て買います？例えば、洗剤って見たときに、性能がいいものもあれば、あとは、その、安い、コストパフォーマンスがいいっていうところもあれば、はたまた、この匂いいいなーで買ったりとかってあると思うんだよね。で、みんなってどうやって選んでる？私ね、結構、その時その時で全然違って、例えば、まあ、わかりやすいところで行くと、イオンとかだと、トップバリューってあるじゃないですか。で、トップバリューのものを買うと、結構、お値段自体が安いっていうのと、まあ、性能はそこそこかなっていうところ、まあ、洗剤で行くと、すごい油汚れが取るって言われると、また違うかなとか、いろいろあると思うんだね。でも、なんか洗剤っていろいろあるじゃん。なんか、匂いがすごいいいやつとか、あと、なんか可愛いボトルのやつとかもあるし、本当に性能すっごいいいやつとか、いろいろあったりとか、で、ただ性能いいと値段が高かったりとか、またね、そういう部分があるとは思うんだけれども、みんなってその辺どうやって選んでるのかなと思って。で、私なんだけど、結構気分なんだよね。それこそ、今日買い物しててなんだけど、マヨネーズを買うときに、そこでマヨネーズを見てて、そしたらトップバリューのものとか、あと普通にキューピーのマヨネーズとか、あと、なんか海外のやつかな、なんか瓶に入ったマヨネーズとか、あと、なんか、全卵で使ってるよっていうのと、卵黄だけで使ってるマヨネーズとか、なんかいろいろあるよね。で、今日、何で悩んだかっていうと、ま、そこそこお金にも余裕があったから、ま、ちょっと贅沢しようかなっていう意識もあったっちゃあったけど、なんかね、見たときに、この見た目、このなんかマヨネーズ、パッと見すごい美味しそうだなっていうマヨネーズとかもあったの。で、あれこれもいいなと思ったけど、あ、でも別に、私ね、舌がバカだから、ほんと、この舌がバカだから、味なんてね、いまいちわかんないのよ。なんか安いもの買って全然いいんだけど、どっちにしようかなとか、すっごい悩んだの。で、あと、お菓子買うときも、湖池屋のポテトチップスがいいのか、それともカルビーのポテトチップスがいいのかとか、どっちにしようかなとか、ほんと、味音痴なのに、なんかね、どっちしようかなとか悩んだりして、まあ結構最終的には気分で買うんだけど、例えば私買い出しをすると、1時間、長い時、今日はね、長くて3時間かかったんだけど、3時間かかっちゃったんだけど、普段は1時間から2時間ぐらいかな、が結構時間必要になっちゃうかな。うん。で、みんなってどうやって買い物してるのかなとかを聞きたかったから、まあ、よかったらなんかコメント欄にこういうこだわりがあるよっていうのを書いてくれると嬉しいなと思うんだけど、正直こだわりなく買い物してるから、本当鶏肉買うにしても、あ、こっちの方が安いなとか、あ、冷凍のやつの塊の方が、持って帰りやすいし、量多いからこれにしようかなとか、あと、それこそ、なんだろうね、他で行くと、野菜とかもそうかな。なんか、別にダコさんとかあんまり気にしないで、あ、これ安いし、こっち側で買ったらいいかなとかで考えちゃったりとか、が多いんだよね。だからそう、みんながどうやって買い物してるかなっていうとこ。逆に、こういうこだわりがあって、ここのメーカーのものを買うようにしてるよとか、あと、例えば、こういう、ここのこれがいいよとかっていうのがあったら、それをね、コメントで教えてほしいなと思ったので、よかったらぜひぜひコメントしていってくれたら嬉しいなと思います。はい。結構、人によってこだわりがあったりなかったりすると思うから、なんかそれもね、ちょっと聞いてみたいなと思って、今回動画を撮ってみました。ほんと今日ね、3時間もかかると思わなかった。で、何で悩んだかっていうと、インスタントラーメンを買おうと思って、どこのやつにしようかなとか、安いのでもいいのかなとか、これにしようかなとか、あと、洗剤でも悩んだでしょ？で、マヨネーズ、あとケチャップでも悩んだし、
ソースも、あのお好み焼き用のソース買おうと思ってそれでも悩んだし、鰹節でも悩んだし、あとそうお菓子でも悩んだでしょ、で飲み物も悩んだし、ほんと悩んだね。魂があれだからあれなんだけど、魂ね、あのメンズなのにね女子かよって思うぐらいすっごい悩んだ。買い出しに一人だよ、しかも一人でスーパー行ってずっと悩んでた。いやー、みんなどうしてるのかなと思ってという動画でした。ほんと脈絡ないね。はい、ということで、あのみんながどういうこだわりとか、こういう風に買い物してるよとかっていうのがあればコメント欄でお待ちしてるんでよろしくね。ということで今日はリントの小話でした。以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、ツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。